昭和10年のね、おとまるさんの船頭かわいやをお届けしました。この方は本当は芸者さんではなくて、格好だけは芸者さんなんですけどね、あの履物屋のおかみさんだったんですけど、任期が絶頂の時期に先生に一言こういうことを質問してます。今の任期が廃れないようにするにはどうしたらいいですかって聞かれたんですけども、先生曰く、それは大衆からあまりかけ離れないように、それ以上歌を上手にならないことですっていうエピソードがあります。昭和10年です。